皆さんこんにちは、高橋貴子です。高橋貴子オンラインサロン2018のサイトへようこそ。こちらの動画ではですね、今回 のサロンの趣旨ですね、こちらの方についてお話をしてみたいと思いますので、よろしかったら少しお時間をいただければと思います。まずこちらのですね、オンラインサロン2018なんですが、私の2作目の本の出版が4月頃、来年2019年の4月頃を予定しています。現在からですね、執筆の方の作業に入っていくんですけれども、その執筆の作業の過程とかですね、その内容ですね、こんな感じどうかなって思うアイデアが当然私にはあって、各構想も決まってはいます。ただ前作は私一人でずっと一生懸命書いていたんですけれども、今回はもしかしてこんなのはどうかなっていうのを皆さんに聞きながらやっていく、そんな本の執筆作業も楽しいかもしれないっていうことを考えまして、その私の執筆作業を見るのも楽しいかもしれない、ライブ中継みたいな感じですね。でかつその2作目の本も楽しみにしてくださる方、そんな方と一緒にこのオンラインサロンを運営したいなと思ったのが、サロンを作ろうと思ったきっかけです。で当然サロンのメンバーの方にはですね、秘密のグループという形で会員制になりますので、そちらの方で私のそういった本の、内容をちら出し提供ですね、こちらの方もやりつつ、あとは当然ですが新刊本出来上がりましたら、皆さんにいち早くお届けできるような体制を取りますし、せっかくサロンの方で、帰属していただけるのであれば、私の方でですね、毎月、その4月までの10ヶ月の間ですね、月に1回の、セミナーですね、オンライン上のセミナーですけども、それが、皆さんに何か知識になるような、ためになるようなものとかを提供したりとか、あとは実際に出版記念パーティーでもセミナーをやることを予定しています。そのセミナーに無料でご招待をする権利とか、あとはまあそうですね、気まぐれっていうことも一つのキーワードにしていたり、お酒パーティー、このあたりもキーワードにしておりますので、まあ非常識に人生を楽しんでいこう、まあこれがテーマになってますので、気まぐれオンラインサロン、別名気まぐれオンラインサロンということもありますので、私が急に思いつけば、じゃあ飲み会でもしてみるとかっていうことで皆さんにお声掛けをして、急にそんな会が作られてしまうかもしれません。この会の趣旨は皆さんと一緒に、何かをしていく、作り上げていく、まあ、大人の遊び場みたいなことをテーマにやっていけるといいなと思っておりますので、そんな趣旨にご賛同いただける方はぜひご参加いただけたらと思います。皆さんのパワーが私のパワーになり、私のパワーも皆さんにお渡しすることで、楽しく非常識な人生を一緒に過ごしていければいいなというふうに思っておりますので、ぜひあなたのご参加お待ちしています。それでは。